時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは私 SIR のミキがお送りしてます。 FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで音声とネットの配信をしております。どんどん番組へのご参加お待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 エナジーチャージステーションでは洋楽をお届けしておりますので、ぜひリスンラジオサイマルラジオで音楽とトークもご一緒にお楽しみください。この番組は出会えてよかったと言われる製品作りと社会への幸せ還元を目指し躍進いたします SIR 株式会社がお送りいたします。そして今日の1曲目 SWV のライトヒアをお聴きください。はい、皆様こんにちは。 SIR のエナジーチャージステーションでございます。今日ね、8月入って初めての月曜日ですので、はい、キセさんに来ていただいてます。はい、キセさんよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そしてクルナイさん、ミユキさんも一緒に、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日は8月7日月曜日でございます。今日は、はい、8月7日か。何の日ですか。いやなやっていう。めっちゃ方言だね。めっちゃ方言だったね。もうね。やなや。やなや。やなや。おとうや。おとうや。今日ね、調べてません。はい、何の日か。何の日か。来るなよって感じ。はい、いいと思います。ということでね、はい、先週金曜日からね、うん、私たちまあ、みゆきさんと、はい、ね、まあ、プリンセスローズのアイリーさんと、はいはい、であやさんと、はい、4名で東京に行ってまいりました。はい、面白かったですね。で、行ったなんで行ったかっていうとね、日本最大級の癒しフェアがあるということで、はいはい、まあ、来年
うん、まあ、今年でもあの、まあ、この癒しフェアにシュガーケースを出展できるかどうかっていうのをちょっと視察しに行ってきたんですけど、はい、ええ、まあすごかったですね、うん、まあ、占いありの、うん、ヒーリンググッズありのトークショーありの、はい、ワークショップありので、はい、うん、あの全国からまあそういうヒーラーの方なんかが集まっている、うん、まあ、あの祭典だったと思うんですよね、はい、なので、はい、まあ、心屋慎之助さんのトークライブがあったりとか、はい、あの鳥はね、あの私なんか本当はね、あの彼の姉妹見て帰りたかったんですけど、はい、見なかったの、見なかったんですよ、ね、最終日の最終時間でした、はい、いや、でも飛行機の時間があったので、ね、見れなくて、もう残念ですよ、残念ですね、まあ、来年期待しようかな、ね、見れなかったんですけど、うん、まあ、あの知恵な動物と お話ができる知恵ちゃん、オーラが見える方ですね、オーラが、のあの子もいました。あ、すごいですね、浴衣着てね、浴衣着てるのは見ました、ね、うんうん、もうそれ違ったんですけど、普通に歩いてるのを見ました、うん、はい、あ、今終わったんだ、ね、大勢でした、結構多かったですね、うん、多かったと思いますよ、はい、来場は、うん、あの他の、ね、イベントなんかも結構同じ日にあの、うん、違うあの会場で、はい、いくつかやってるので、はい、もう人はもうすごかったんですよ、はい、ただどこの会場に行くかであれなんですけど、ね、あの、はい、ドラクエのドラクエのなんか、はいはい、あのやってたんですよ、イベントもイベントもやってたんで、ドラゴンクエストのなんとかって言って、はい、オタク系のオタク系の化粧してるオタクみたいな やってる人なんていうのあれ、そうそうそう、あの女装家みたいな、あ、はい、あ、もういましたね、なんか男なのか女なのかわからない人みたいな、そうそうそう、いろんな方で、あのやっぱ人間ウォッチングしても楽しい、はい、あとあれもありました、骨董市もあって、そう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 、骨董市もあったんですよ、へで、アクセサリーのやつもありましたね、同じこのビッグサイトの中で4つぐらいのイベントがあって、そう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 、雑貨とかね、そういうのもあったし、なんかいろんな祭典してましたよ、はい、あとこっちで、あのケースはあったんですか、ケースはね、あの他社の、あの鉱物製のケースがあったんですけど、あ、まあ、そのブースはすごく盛り上がってたので、はいはい、まあ、あのね、なんかシュガーケースも大丈夫じゃないですか、ね、はい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 、来年ね、来年、うん、あの全国で、まあ、東京大阪九州で開催されているその癒しフェアなので、うん、はいはい、どちらかにも参加したいなというふうに思って、ね、まあ、あの事務局ともつながったので、うんうん、はい、あのちょっと検討してみようかなと思っております、うんうん、はい、でね、シュガーケースなんですけど、はい、今日ね来たお客様に、初めて私は初めて対応させていただいたんですけど、はい、初めて私は顔合わせの初めてだったので、うん、はい、もう失礼ながら初めていらっしゃいますかって聞いたら、いや僕前から飲んでますって言っててそしたら、あ、そうなんですね、すいませんって言っていろいろお話したら、はい、娘さんも一緒に飲まれてるらしくて、ほうほう、で、まあ、僕はもともと健康体だから、うんうん、そういうこれといった劇的な変化っていうのはないんだけど、やっぱ調子がいいのはすごく調子がいいと、はい、で娘がすごく体調が良くなってっていうお話をしてたんですよ。聞くと、まあ、生理痛がすごいひどくって、うん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 、で、なんていうのかな、この生理痛があるためにやっぱり学校休みがちになったりとか、お友達とのお約束もキャンセルしたりとかっていうのが、まあ、毎回あってっていうのがどんどん改善されてて、うんうん、生理中のその不快感っていうんですか、そういうのも全くなくて、うん、それがやっぱりまあ、自分と親としてもすごく良かったので、はい、続けてもらってますって言ってたんですよね。これ女性にしか分からないですからね。そうですね、まあ、そうですよね、はいはいはい、なのでね、でもやっぱり、うん、いますよね、頭が痛くなったり、うん、お腹が痛くなったりっていうのが、そうそうそう、症状がまた、ね、違うから、だって生理痛のお薬があるぐらいですから、うん、やっぱり薬が ね、うん、欲しくなるぐらいのやっぱりそういう痛みだったりとか、うん、不快感がすごくあるんですよね、うんうんうん、はい、だからそういうのが、まあ、学生のうちからあって、うん、っていうのでやっぱり お父さんとしてもやっぱり気になっていて、うん、やっぱ薬は全然違いますからね、そうですね、うん、なのでね、やっぱり、ね、バランス的に整える作用もケースありますので、うん、それでねちょっと役立っているところで、うん、お父さんも喜んでいたんですけどね、はい、でまたお父さんとしては、まあ、これといった劇的なではないんですけど、やっぱりね、うん、睡眠の質が上がった、あ、よく眠れるようになったっていうのでね、はいはい、最近男性多いんですよ、うん、睡眠の質が上がったよっていうのは、うんうんうん、だからすごくたくさん寝るわけではないんだけども、うん、なんか短時間でも深く眠って、うん、ってすごくすっきりしてるっていうのがあって、うん、なので、まあ、ケースを飲むと副交感神経、交感神経、うん、はい、でスイッチが切り替わりが、うん、でちゃんとしてくるっていう、まあ、整えるので、うん、っていうので、まあ、そういうものなのかなと、うんうん、ってことはやっぱり寝ている間に人間細胞を修復しますので、うん、ね、少なからずとも、うん、まあ、修復をして、うん、っていうのでもやっぱり体調につながってくるのかな、うん、と思ったんですよね、うん、で
なのであの、まあ、あの他社さんもね、あの鉱物性ですごくあの、うん、あの人気があっても長年販売されてるところもあるんですけど、そういうところのやっぱサイト の、 あの体験談とか見ると、ね、やっぱすごいですもんね、うんうん、まあ、アトピーとかそういうのの改善からやっぱり血管とかそういう修復で、うん、なんていうのかな、血圧とか、はい、まあ、高血圧、うん、糖尿とか、うん、そういうのの改善でもたくさんあるのでね、うん、はい、でうちのお客様もやっぱりあの高血圧糖尿っていうのすごく、うん、あのやっぱり沖縄多いんですよね、多いんですよね、多くて、で私たちもやっぱりね、あのご飯を食べて、うん、でやっぱりおやつを食べて、うん、で日々知ってますので、やっぱりあの糖っていうのはすごく敏感というかね、うん、糖質ダイエットって以前にしたことあったんだけども、うん、なかなか続けきれずに、うん、で、ええ、先々週の日曜日にね、あの医学のね、はいはい、ケトン体のお話を聞いた時から、うん、はい、私たちもあの肉食をして、あの糖質制限食っていうものをやって、うん、まあ、昨日で1週間なったんですけど、はい、ちょうど1週間ですね、やっぱりシュッとしてますよね、あの、うん、私はとってもあのご飯がないと生きていけないというか、食べたご飯を食べた感じが、うん、米を食べないと米たあのご飯が終わらないんですけど、ええ、今回だから大丈夫か、続けきれるかなと思ったんですけど、続いてるんですよね、うん、なぜか、お腹いっぱい食べていいわけですよね、はい、もう一人分がもうめちゃくちゃですよ、そう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 、だから、うん、結局はですよ、で糖質制限ダイエットのこのページを見ると、はい、まあ、賛否あるんですよね、やっぱりすごく良、うん、かったっていう人と、うん、すごく悪かった、自分はもう倒れそうになったとか、具合が悪くなったとか、はい、筋力が落ちたとか、うん、もうフラフラになったって、うん、でドクターストップがかかったとか、うん、まああるわけですよね、はい、でそういうのを調べてみたら、うん、あ、ね、例えば、うん、ご飯を減らす、うん、で、肉を、ね、あのタンパク質とか脂質を上げるんですけど、うんうん、あのなんていうのかな、普通の今までのご飯通りの おかずで、うんうんうん、それからご飯を抜いたものを、はい、そのまま続けている、はい、うん、あ、はいはい、なのでそうするとあのまあ、糖分は抜いて復食だけになりますけど、ええ、これだけでは良くなくて、ええ、それを足りないんだ、たくさん食べないといけないんですよ、抜いたものを、うん、補うために、そうそうそう、だから根菜もね、うん、タンパク質も質も、うん、たくさん取らないといけないんですよ、うんうん、だけどそれはたくさんは取らないで現状のままで、うん、ご飯ばっかりを抜いてしまったがために、うん、脳に栄養がいかなくなって、うんうん、でちょっとフラフラになったりとか、うんうん、まあ、筋力が落ちたりとかっていう、そういう体験になってしまったっていうのがあって、うん、これはちょっと要注意なんですけど、はい、だから始めるときにちゃんと分かって始めないと、うん、あのあまりいい結果を得られない、うん、ちょっとフラフラするかもしれないですね、そうですね、うん、っていうことになるのかなと思ったんですよね、はい、なので、まあ、上手に私なんか付き合えてるのかなと、うん、はい、あ、そうですね、はいはいはい、私前やったことあるんですよ、うんうんうん、だけど、うんうん、まあね、うん、やっぱり今と同じ抜いただけ入れなかったんで、そうそうそう、ちょっとフラフラしたかなと、はいはい、でこの続きはまたちょっと後ほどです、はい、CM いっていきます、はい、開運お導きメッセージ、キサさんお願いします。はい、こんにちは、では始めますね、2017年8月の運勢です。1月、自然に周囲への優しい心配りが必要です。おせっかいすぎるほどいいと思います。少し頑張ってください今回は。2月生まれ、すべての物事を真正面から真面目に掲げすぎると自分が苦しくなるのかもしれませんので気をつけてください。あの、生真面目に今月は考えないでくださいということです。3月、不必要なものは捨ててしまって役に立つものだけを持って、それから自分の人生は自分で切り開くと決めてください。やっぱり何事も自分でやるということです。4月生まれ、めったに弱音を吐いたりしませんが、
平気な振りで頑張ったり我慢するのもほどほどにしてください。5月生まれ、白黒をはっきりつけるのが好きなようなのですが、自分の価値観だけで全ての物事を裁くのはやめましょう。6月生まれ、人の信頼を裏切ることのない誠実さがあなたの温かい人柄にも溢れているはずです。モテ期に入ってます。アンテナを高くしてください。7月生まれです。継続力、集中力に欠け、我慢できない性質が出やすくなります。それと同時に想像力がついてきますが、良い部分を生かしましょう。もうなんかね、すごく我慢できない、ちょっとイライラし始めますので、7月生まれちょっとだけ我慢しましょうね。8月生まれ、頭の良い優等生タイプの方なんです。宇宙や星などの天体、世界の歴史や不思議な出来事に興味があります。ただ今月はその方々は不思議な出来事に会う可能性が大きいです。9月生まれ、理屈っぽくなってますので注意してください。自分の選択に責任を持つ、自分で決断することを忘れないでください。10月生まれ、よく迷ってしまいます。自分の意見を言えずに我慢して損したりします。注意をしてください。11月生まれ、自分が一番という態度が出てきます。少し柔軟性を持ってことに当たると良いでしょう。12月生まれ、人生のチャレンジ目標を立てるのに良い月です。常に笑顔や笑いを忘れずにしていってください。以上です。はい、ありがとうございます。何月前だった？6月前だった？6月です。私たちはね、2人とも6月生まれなので、はい、何、モテ期？モテ期入ってますよ。モテ期ってよ、どうするもん。そうですね、はい、だからまあモテ期に入ってますけど、それはなんかスルーされてますね。スルーされてる。スルーされてる、なんかね。ちょっとアンテナ高くしましょう。はい、アンテナ高くね、はい、モチベーション高く、はいはい、いろんな意味でいろんなところからオファー来るかも。そうそうそう、あのモテ期っていうのは、ね、男女間のことじゃなくて仕事とかもそうなんで、そういったものでやっぱりいろんなところに情報源、はい、求めてください。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、はい。で、記者さん、はい、記者さんの問い合わせ番号をお願いいたします。はい、わかりました。スカーレットドラゴンの予約番号を申し上げますね。はい、080-6491-6309 080-6491-6309 です。お待ちしておりますので、はい、ぜひぜひね、ぜひお待ち、はい、いらしてください。導きね、はい、はい、しますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。今なんか知らないんですけど、ね、男性が多くなってますね。あ、そうですか。あ、会社員の方、あ、社長みたいな、はい、経営者の方、経営者の方ですね。はいはいはい、やっぱね、経営してるとやっぱりいろんな決断しないといけないし、あの誰を選ぼうか、何を選ぼうかみたいですね。すごくね、悩んでる時ですからね。毎やっぱね、毎日決断しないといけないから、ね、毎日やらないといけないので。はいはいはい、大切ですよね、はい、そういう風にしてやっぱりあの会社のことだから、あまりよそでベラベラも相談もできないので、そうですね、はい、あのまあ、木瀬さんみたいな方がいたらすごく助かるんじゃないかなと。ありがとうございます。うちもね、 SIR も、まあ、あの立ち上げの時からずっとね、あの木瀬さんのお世話になってますけども、いえいえ、はい、あの予言通りでございます。本当に本当に予言通りですよ、はい、助かってますよ、はい、もうありがとうございます、はい、来月はね、あのマレーシアの方から、はい、あのお客様が海外のね、取引先の9月、はい、はい、お客様がいらっしゃるので、ぜひ、はい、お待ちしてます、はいはい、ぜひぜひ、ね、で私たちの糖質ダイエットも、はい、1ヶ月後、うん、どうなるかなって。これってケースも入れるんでしょ。ケースももちろん、はい、あのケースも入れるという、まあ、ケースを、まあ、飲んでて、普通通り飲んでて、はいはいはい、なので私がすごいいいかなと思うのは、お腹いっぱい食べれることなんですよね、はい、やっぱりダイエットとする、ダイエットってなんかあの我慢っていうイメージがすごくないですか、うん、ですね、いっぱい食べれないとかって、はい、ええ、そういうのじゃないんですよね、なので、まあ、スキヤに行けばライトって言って、あの何、豆腐の上にね、そうそう、冷ややっこの上に野菜が乗って、その上にあの牛肉が、あ、牛肉、豚肉なんて、そうそう、牛肉、牛肉、スキヤの牛肉よ、はいはいはい、あれが乗ってるんですよ、うん、あれヘルシーでしょ。それを、はい、だからね、食べたりとか、あれもお腹いっぱいでしたけどね、卵がね、食べてた、ゆで卵が結構ね、お腹いっぱいするなと、あ、ゆで卵はね、土かかる、で、お腹が空いたらナッツ類です。ナッツです、ナッツ、はい、アーモンドか、あの、あれですか、はい、運動はしなくていいんですか。あの別にストレスになるぐらいはやらないでいいと思う、まあ、ストレッチとかそういう軽いのはいいと思うんですけど、うん、自分がやりたくなかったらやらないでいいんじゃないですかね、うん、思います。
あでも歩くぐらいはしますよ。歩くぐらいは、ね、はい、歩きもしないから。でも食事制限では絶対歩かなかったらもうそう、うん、絶対にもう確実にやった方がいい。糖質制限ですね。糖質制限ね。うんうんうん、じゃあやってみます、はいはい。でもあんだけ飲んだのに、あの太ってなかったですそこまで。そうそうそう、飲んだのにってか思い出した。はい、あのね、はい、沖縄の青森なんですけど、はいはい、糖質ゼロだの。ゼロなんだそうです。皆さん聞きました。あだからね、蒸留酒で、うんうん、あとウイスキーなんかは糖質がゼロなんだそうです、はい、で青森もね、私調べたら青森もゼロなんだそうです、はい、なので、ね、糖質が向いてると思いますのでね、だから お酒はあの別にやめなくてもいいですね、いいじゃないですかね、うんうん、でおつまみ気をつけたりとか、うんうん、そういう食べるものですね。そう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 、でもチーズとかは大丈夫なんですね。チーズ OK です、うん、チーズ OK ですよ、はい、でもチーズもたあの肝臓系弱い方にはあまり多くは勧めないんですけど、うんうん、あ、うん、はいはい、なんであの卵とかね、うんうん、でまあ、お野菜ですよね、でお肉、うん、お肉はね、うんうん、お肉あと魚いいと思います、はい、魚、はい、うん、食べ放題、食べ放題までいかないけど、ね、ある程度お腹いっぱいになるまで、ね、来週もちょっとね、あのこけてるんじゃない、あの画面に映ってるのがちょっとね、はい、でも痩せた感じはするよ自分顔リンク、あそう、はい、あでも痩せたなと、あのお腹がなくなってるからね、はい、お腹がね、うん、ちょっと変わってるかなと思うんですけどね、うん、体脂肪は減ってましたよ、体重はあんま変わらなかったけど、うんうん、いやいや体脂肪かなって、はい、やっぱね肉食べてるからやっぱね筋肉はついてくると思うんですよね、うん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 、だから体重的には変わらないのが、はい、あのでも見た目が締まってくる、そうそうそう、うん、あのだから体脂肪は落ちていくんじゃないかなって、ね、体脂肪が減れば健康的でいいんじゃない、うん、ねえ、うん、いっぱい食べれるし、絶対ねケイ素もね今ねミネラルもすごい熱いのでね、うん、ミネラル排出がもう半端ないと思うので汗とかでね、はい、あの上手にねミネラルも補いながら、うん、まあ、糖質制限ダイエット、はい、ちょっとねあの頑張ってみようかなと。そうか、はい、うちの旦那にもさせますかね。だからね、どっちもヨーガリーだから、ヨーガリーの旦那さんからよ、ガリガリすぎるから交代したいさと思う、交代したいぐらいよ、肉あげたいさって言ったらうーんって言われたけど肉食べないですか、じゃあ魚ですよ、魚、違う違う、私の肉をあげたいさって言ったわけだからさ、肉あげたいとかうーんって遠慮しますって、私もあげたいって言ったらさ、はぁって言われたいいですね、スリムでいいですよね、本当にスリムと、いやいいんですけど、ヨーガリーってスリムとヨーガリーは違う、ね、あなるほど ね、ねえ、なんか顔色もねだんだんやっぱり、うん、あのあ熱中症じゃないですかね、あ暑いので、なんか暑いからね、うん、最近多いみたいですからね、うん、はい、ねケース持ってきても、うん、飲み忘れるわけよね、うん、はいはい、ということでね時間になってまいりました、はい、今日のエンディングは SOS バンドで、はい、Take Your Time でお別れしたいと思います。この後、はい、4時半から、はい、ナンコルナイサーミユキさんで、はい、お会いしましょう、はい、シュガーケースを、ね、検索、シュガーケースで検索するとホームページとかねいろいろ情報が見れますので、はい、ぜひねシュガーケースをチェックしてみてください、はい、この番組は SR のミキがお送りいたしました。ではまた来週、はい、バイバイ。